南知多町観光釣り大使岩槻大地です。今日は篠島漁協さんが主催している第4回篠島釣り大会に来ました。 in 釣り天国です。ここの釣り天国という施設は海上釣り堀になるんですけど、タイだったり青物が釣れる施設になってます。もう今見たんですけど、ちょっとタイがうじゃうじゃしてたんで僕も最近釣れてないんで、ここでちょっと釣って癒されようかなと。釣り堀なのに釣れなかったらすいません。頑張って大会参加してきます。ここの釣り天国は貸し竿のサービスもあります。こっちのリール竿が1500円です。手ぶらで来ても釣りができます。こっちの長い延べ竿の方だいぶ長いですけど、こっち1000円です。今日はこれで挑戦するんですか。これやってみますか。一応自分の竿持ってきたんですけど、結構思ったより糸が細いんで、すごいなと思って、これで青物かかったら頑張んないと。腕がいいもんで、兄ちゃんだったら釣れるだろうって言われたんですけど、ちょっとそれは頑張ってみます。頑張ります。スタートしてください。かかったかかったかかった、大きい。あ、ね、リールが外れる。すごいすごいすごい。開始10秒ぐらいでしたね。おめでとうございます。大きい魚が。すごい。やったー。おめでとうございます。あー、もう来た。すごい。怖いよ、あ、消えた。大きかったですね。タイですか。タイ。マダイが来た。下にブリがついてきてるんですけど。いや、これは楽しいわ。こんにちは。早いですね。釣れましたね。強いな。はい。すごい、もう子供たちもいっぱい連れてます。あ、また来た。お嬢ちゃんまた来たよ。頑張れ。ちょっと待って。ちょっともうまず頑張れ。おお、あ、切れた。でかいな。あら、こっちダブルヒットしてますか。見事なタイが2匹。前に立つとね、危ないんだよ。お兄ちゃん落ちないでね。前に立つと危ないんだ。こっちもすごいですね。おお、来ました。これは大きい。今のところ見た中で一番大きい。入らないよ。入んないね。ねえ、お父さん、入んないよ、お父さん。お、大きいのかかってます。でかいでかい。大きい。でかい。大きい、大きい、大きい。お、でかいでかい。めちゃめちゃ大きいですね。多分折れるし、はい、多分折れるし、多分折れる、多分折れる。すごい。気持ちはどうですか。いいね。びっくりしてますよね、顔が。どうですか。わらさにとぶっちぎられました。めっちゃ引いた。あんなに引くんだってぐらい。さすがですね。60センチ、70センチぐらいのやつが向こうで結構釣れてて、あ、また来た。おいちゃんまた来た。タイだ。お、立派なタイが。はい、来たー、大きいなこの鯛は。皆さん、ワラサ来たよ。ダメだ、止まらん、あっち行った。でも絞ると切れるんですよ。でもあっちまで走らせれないんで。ごめんなさい、そっち走ってっちゃってます。青です。まあ、切れちゃってもいいけど。ああ、もうダメだ。止まらん。引っ張っちゃえ。ごめんね。あんな大きいのかかったらこの竿じゃ止めれんわ。あまり大きいのがかかりすぎるのも問題。今日はでかすぎる。さすがにあそこまででかいとあまりにも大物がかかりすぎるのでちょっとシーバス用の竿にします。ちょっとワラサには諦めました。ちょっとしんどいです。めっちゃ止めれないです。でかすぎてちょっと自分の竿に変えます。パワーのあるリールと糸に変えます。糸も4号にします。すごいっすわ。一瞬であっちまで行っちゃったもんね。こんだけ大きいと子供を引っ張られそうだよ。でも子供は楽しいっすわ。こんだけ大きいのが釣れたら僕も釣り初心者の人をここ連れてきてあげたいですね。初めて釣りでこれがやったら他の釣りできなくなっちゃうかもしれんけど、それぐらい釣れますね。最高です。最高です。楽しいですね。すごいすごいすごい。それはすごいですね。教えてもらって。これは本当に大きいな。測ってみますか。測ってみますかって。重たいもん。あ、メジャーが同じぐらいじゃないか。どっちが大きいかなって。そうですね、55ぐらいは、54ぐらい。54ぐらい。54、5センチ。僕の顔肩までやな。僕とそんなに変わんないよ。僕の肩までですって。おっつったいつかお父さん釣った。大きい。こっちのがでかい。こっちのがやったね。頑張ったね。やめ写真。めっちゃでっかい。おじさんやな。楽しい？楽しいよって。おじさん呼ばれなあかん。おじさん。お魚とどっちが大きいでしょう？こっちやな。じゃあなぜ2つでかさと思って3本切っちゃったんでこれ。あ、じゃあお母さんの方のみんなおのおの違うんですね。みんなで団体さんで教えてくれてます。はい、あ、よしって返しちゃうんだ。あんたが骨を切っただけでしょ。お兄ちゃんは上切っただけでしょうって。そういうことだね。骨を切っただけだもんだから。みんな買って一緒でいい。あ、そういうことか。11キロ。はい、11キロ。2.5 だった？最後2.5。これ入れ物。はい、大量賞。小林さん。小林風紀君。はい、風紀君。はい、はい、おめでとう。旅館の宿泊券と。船の乗船券、無料の乗船券もありますのでね。ありがとう。おめでとう。ありがとうございました。篠島釣り天国釣り大会無事終わりました。いやー、すごかったですね。朝方ボコボコ釣れてましたね。上位の方はですね、10キロ以上魚をいけすに取ってました。60センチを超える大物も出てて、普段堤防から釣れないような青物やマダイの大物も釣れてましたね。ここは普段も営業されていて、大会じゃなくても気軽に利用することができますんで、スタッフさんもとても親切な方で、餌の付け方から糸のトラブルまで全部教えてくれるんで、おすすめです。僕もまた来たいと思います。ここは癒されます。心が普段釣れない。またそういったことで、こちらの篠島釣り天国おすすめなんで、ぜひ皆さんも足を運んでください。今日はありがとうございました。